何が入りますか？おー、すごい。まだ？あ、わかった！ダンスパーティーです。怖い。うぅぅぅぅ。飛行機が全然見ないよ。そう、もう長男でした。腕だらけは強くね。キムラスをこんにちは、ナレットチャンネルのナレットです。いつも動画を見てくれてありがとうございます。今回は日本のお笑い動画でドリフターズの船旅を見ていきたいと思います。もしこの動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録もお願いします。じゃあ見ていきましょう。 OK, 내가그녀다는유명컴플라인지입사주번도언젠데뭐지뭐니그녀もちろん船です。船のハンドル。しかし何ですか、志村さん。なんかやっぱり旅は船に限りますな。その通りですな。ね、飛行機でね、うん、旅行する人の気持ちは分からない私は。気持ちが分からない。本当ね。本当にね。よくほら、飛行機に行く人がいるでしょ。あれは嫌ですな私は。いやいや、私はもう本当好きじゃない好きじゃないあれは。飛行機はダメ。だって、ね、料金高いでしょ。どうなの、ねね、たまに落ちたりするでしょ。落ちたりするでしょ。志村さん、それからね、危ないよ。そう、あの新幹線が大嫌い。私もなの。新幹線すぐ止まるでしょ。そうなの。雪降ったらすぐ止まるでしょ。地震が来たらすぐ止まっちゃう。そうなの。船は地震が来ても大丈夫なの。大丈夫ね。やっぱり船ならでは船が一番いいんですよ。本当にお知らせいたします。かわいい。ただいまより船内のホールにおきましてダンスパーティーが始まります。どうぞご参加くださいませ。おー、すごい。またあダンスパーティーです。はい、ね、新幹線でダンスパーティーができますかって言うんだよね。できませんよ。そうでしょ。飛行機の中でダンスパーティーができません。できません。できません。本当に船ならではそうですよ。本当に、うん、お知らせいたします。かわいい声。ピンポン台が開いております。どうぞご自由にご利用くださいませ。いいですよ。新幹線だからピンポンができますかって言ったよね。そうでしょ。そうですよ。本当に船が一番いいですね、やっぱりね。船ならでは。今回はします、はいはい、ただいま暴風圏内に入りました。何が入りますか？この揺れ方がいいのね。そうです。新幹線はこういう揺れ方しないの。もっと揺れ方がガタ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 。リモートでやだからね。すごいのね、揺れ方が。そう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 。すごいのよ、ほんと。大地から船でね。うん。怖い。加藤さん。はい。新幹線で船酔いができますか？できません。できませんでしょ？航空で船酔いができますか？できません。ごめん、気持ち悪いじゃないですか。うぅぅぅ。え、本当さ、はい、汚い。でもこれ船だからできるんですよ。船だって言われてるよ。新幹線だからすぐ降りろなって言われますからね。言われますか。溺れちゃう、この雪がもう。船だから。わあ。どこらに船だらけを。この気持ちは。船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 。しかしちょっと揺れますな。今日はちょっと揺れてますよ。何でしょう、この方は。ゆかちゃん、気をつけないよ。あ、加藤さん、ん、相当波が高いですわ、重きは。飛行機が瞬間全然見ないよ。船ならでは強くない。そうでしょ。飛行機でこういう高波来ないんだから、飛行機なんか高波がね、かなり高くて飛行機。新幹線でバケツが飛んでくるかってんだね。こっちでも来て、ポリバケツが飛びますか。飛行機と新幹線のはいいな。新幹線バンザー。行くぞ。皆さんどうでしたか？面白い、本当に。なんか私一瞬だけこの二人が認識できませんでした。加藤ちゃんと志村健だと分からなかった一瞬で、ちゃんとした服いつも通りと違ったんだよね。すごく、うん、なんか
わからなかった。皆さんはすぐに分かったんですか？で、このコントを見て船旅があった頃でしたね。今はどうですか？まだあるんですか船旅は？私一番有名で聞いてるのが移動電車や新幹線、すごい有名でしょうね。日本は普通にやっていて、カンボジアが新幹線じゃなくても普通の電車でもないんです。まだあったんですけど、昔は。でも今は、まだ、そのままの線を使ってるんだけど、まだデベロップしていなくて、貨物としてすっごいゆっくり走って使われています。で、船旅っていうコントを見たらすごく思い出したのが、私がふるさとから、プノンペイン首都に引っ越しした時に船に乗ってメコン川の流れで、移動しました。その時はね、2000年、ちょうど2000年だったんですよ。2000年の時に私の村からプノンペインまではところどころ道がなくて、つながらなくて、あってもすごく大変な道と、泥棒というか、すごい、なんていうの、危ない、危なかった。なので船だけが一番安全だったよね。川の流れ安全といっても、雨とかなんか台風まではカンボジアあまりないんですね。あるとしたら影響、いろんな国からの影響を受けるだけ、そんなにないんだけど、でも大雨とかだったら大変でしょ、船は。だから船がすごく安全のは言えないんだけど、一番ベストだったのかな、その2000年頃は。で、私のふるさとからプノンペイン首都までは、約180キロメートルだけなのに、今ね、Google マップに押したら、今はだいたい3時間半くらい、かけて、この時間はちょっと混んでるから、だいたい3時間くらいから3時間半かけて、移動できる場所だけど、私その船で乗って移動してきた時はどれくらいかかるか分かりますか？私いくつかの動画の中に話したことはあるんですけど、すごい時間かかります。一日、ほとんど一日中ですよ。もう出発するにためには3時出発、朝の3時、朝3時起きて、じゃなくて朝3時に出発だから、もっと早く家から出て、船渡のところに行って、山地に乗って出発して、ずっとまた夜遅くまでプノンペインみたいな感じでした、その時。いやー、今すごくカンボジアが、その自分が経験した船旅っていうかと、今たった3時から3時間半くらいだけ自分のふるさとに行けるなんて嬉しい。またいろんな全国今道に新しく作ってつないでいて、カンボジアの未来も楽しみ。あとね、だから道がつないで全国に短縮、短い時間でも旅できたりするので、船は
貨物、荷物を運ぶとして使われています。で、旅としては、首都のメコン川、川沿いで観光として使われています。それも面白い。もし皆さんがカンボジアにいらっしゃったら、その船観光もおすすめです。すごくメコン川の流れとプノンペンの景色を楽しめる。まあ、ね。はい。あと、いろいろあるんですけど、もしよ、皆さんがカンボジアに来たら、ぜひ、ナレットに言ってください。観光場所を教えます。はい、皆さん、最後まで見てくれてありがとうございます。また、新しい動画、お会いしましょう。チュベベー。